こんにちは、プロサーファーの野呂玲香です。サーフィン始めたのは中学1年生の冬ぐらいで13歳の時です。サーフィンを始めたきっかけはやっぱ両親がサーファーっていうのと、弟は幼稚園からサーフィンをずっとしていて、それで週末いつも海についていくことが多くて、それでやっぱ一番のきっかけはプロサーファーの真矢口香織プロに憧れたっていうのと、あとやっぱ週末海について行ってたのは、なんか中学入学した時にクラスからいじめられたことがあって、その時に友達がいなくて、週末遊ぶ友達がいなくて海に両親と海に行ったりとかしてて、それもあってサーフィンを始めてみようかなっていうのがきっかけです。プロサーファーを目指そうと思ったのは、もうサーフィンを始めてすぐサーフィンにハマったんですけど、その時から憧れてた真矢口香織プロみたいになりたいっていうので、始めた時からプロサーファーになりたいと思ってました。アマチュアの時は憧れてる選手がたくさんいて、その中でやっぱ戦っていくっていうので、ずっとセミファイナルで負けたりとかが続いて、それが2年ぐらい続いたんですけど、一番印象に残ってるのはその次の年に3年目で、その憧れてる選手をみんな倒して優勝できたことと、あとやっぱり、一番大きい大会の全日本で3位を初めて3年目で優勝したこと、ジュニアオープンと全日本の優勝が一番印象に残ってます。サーファーになったのは高校2年生の時で、場所は第1戦目の伊豆の試合でした。やっぱりサーフィン始めた時から憧れていた真矢口香織プロみたいになりたいっていう夢が叶ったことです。あるんですけど、プロサーファーになってすぐすごい、なんか自分で言うのもあれなんですけど、試合勝ちまくってたっていうか、よく勝ってて、でも急に勝てなくなって、去年もそうなんです。去年が一番辛くて、2019年が本当に今までないぐらい試合がボロボロで、その時はもう本当に一番辛かったです。やっぱりプロサーファーになるためにトライアルっていうのがあって、その初めてトライアルに出て、そのまま10回勝ち上がって、そのまま優勝したんですけど、伊豆の大会で。それがやっぱりなんか夢みたい、その時はすごい夢みたいな感じで、私が自分が優勝できるなんか思ってなくて、それは一番印象に残ってますね。サーファーの友達は、やっぱサーファーズのこの YouTube の4人はみんなすごい仲いいですあと女の子は毎日連絡取ってる渡辺マナといつもよく試合一緒に回ったりしてて、今年は今こんな状況で試合がないんですけど、今年も一緒に回ろうって約束してますない時
りしてます。あとは最近だったらすごい動物の森にハマってて、ずっと携帯で動物の森してます。試合前のルーティンはいつもあの夜ご飯をあんまり食べないんですけど、すぐ私あの脂肪になっちゃうんで、夜ご飯、試合前はすごいあの夜に炭水化物を結構取ったり、うどんを食べたりとかして、その次の日のパワーにエネルギーにしてます。たくさんあるんですけど、国と市がいろいろ混ざってごちゃごちゃしてるんですけど、読み上げます。ハワイ、アメリカで、アメリカだったらハワイ、カリフォルニア、グアム、次にフィリピン、バルバドス、マルティニーク、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシアのバリ、ジャカルタ、シンガポール、メンタワイ、マレーシア、メキシコ、ペルー、ニカラグア、パナマ、エルサルバドル、ブラジル、スペイン、フランス、ポルトガル、イギリス、南アフリカ、中国、韓国、台湾です。やっぱりなんか家族で行くんだったら、おばあちゃんとかと一緒に毎年ハワイに行ってるんですけど、やっぱハワイはすごいあったかいし最高だなっていうのと、あとやっぱりカリフォルニアが一番私は好きです。でカリフォルニアはの好きなところは、街がおしゃれだったり、その波もすごい良くて、気候も最高で、いる人全員がなんかすごいおしゃれなんですよね。そう、あとは他はニュージーランドもすごい雰囲気が良くて、すごいカントリーな感じですごい良かったです。一番怖かったこと結構たくさんあるんですけど、その中でも一番怖かったのは、ハワイで波がすごい大きくなってサンセットでサーフィンしたんですけど、その時に16フィートあって、でもなんか見た目はすごい6フィートぐらいで、トリプルぐらいかな、ダブルトリプルぐらいかなと思って入ったら16フィートで、すごい流れも強くて、全然人が入ってなかったからそういうの分からなくて、みんなで4人ぐらい女の子でパドルアウトしていったら、そのアウトにタレントがあって、そのカレントにチャンネルに乗っちゃって、すっごいアウトまで流されて、それでもパドルの自分のパドル力じゃ帰ってこれなくて、インサイドまで、それであのジェットスキーが来てレスキューしてもらって怒られました。それがもうすっごいなんか一番怖かったことです。サーフィンはすごい自然に触れ合えるスポーツだなって思います。なんか同じ波が二度と来ないところとかだから、なんかサーフィン飽きないっていうか、全く同じ波が来てたら多分飽きると思うんですけど、毎日違うコンディションで風が吹いてたりとか、すごいパーフェクトな面がクリーンな波とか、それで毎日練習してて、技もやっぱりクリーンな波だったらこれができるとか、風が吹いてたらこの練習をするとかで毎日違うんで、それがやっぱ飽きないです。サーフィンはすごい楽しいスポーツなんで、ぜひ近くのサーフショップとかに、スクールとかもあるので、そちらに行ってサーフィン体験もできるし、あとウェットスーツとかサーフボードもレンタルできるので、すごいなんか始めやすいスポーツだなと思います。また私と弟のノロカエリもサーフィンスクールを月に1回、これからちょっとずつ回数も増やしていこうかなと思ってるので、私のインスタグラムからダイレクトメッセージください。バイバイ、ありがとうございます。